ゴスケアでございます。今日はねこれやりますよ。さあなんていうかな、このアームを買ったんだよ。ちょっと前にやったよね。スマホをこう固定できるアームを買ったのね、自在に動くやつで。今回はここ前もね動画何本か同じようなことは撮ったんだけど、いまいちな感じだったんで、これがあればバッチリいけるんじゃないかなと思って。で、肝心のこの合わせるところもさ、なんていうのかな、こう俺の頭が邪魔で映ってなかったりとかね。だってここ覗くじゃん。でもこれ今はスマートフォンでこれ撮影しながら、もうちょっとズームにしてもいいかな。そう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 、このズーム機能でこのスマホの画面を見て調節してみようかと思います。まずは、まあ適当に一回途中まで進んでたからちょっとあれなんだけどね。これ こっちから光が漏れてるの分かるよね。平行っていうのはだからロックナットを入れてこんなものなのかな、平行ね。まだまあちょっとつま先のが、靴だとしたらこっちがかかとでこっちがつま先だとしたらつま先がちょっと上がってるんだけど、ベタ好きね、ベタ好き用。そうやっぱりね、これはベタ好きする機械じゃねえみたいなのもやっぱり散見されるんで、ベタ好きもできますっていう、まあ、できるってだけで専用機じゃないんだけどね。ここに変えます。でまあまあせっかくなんでいろいろちょっと詳しめにやりましょうかね。詳しめにね。はい、やっぱこの取り付け面が綺麗なこと、ほこりとかかぶってないこと、皮くずとかついてないことね、この辺のネジとかも、これね、何でもないようだけど結構大事。それで狂ったりするんだよね。でここつけて、こっち裏のネジをキュッと締めて、ちょうどね今天気がうち向こうが南なんだけど、西日に変わる直前で結構光が入ってきてるので今見やすいかなと。でこう下ろしていって隙間をぐっとちっちゃくしてね。でこれをつま先が上がってるのをこうつま先を下げていくわけです。この時にこのロックナットね、まあロックナットを緩めといてでもいいですよ。まあこう平行にセットします。ギュッと、もうちょっとズームどっちだ、こっちだ。はい、この画面を見ながら僕もやってるんでね、やっぱつま先がちょっと上がってるよね。これ下がってての分かりますかね。でロックする、ギュッとロックね。で動かないと思うじゃん、もうロックナットで締めたんだから。でまあこれだと薄すぎるんでちょっと上げますね。でここで試し付きを一回するとね、ペランペラン。でこの状態でもう一回下げる。どうでしょう、つま先ずいぶん上がってませんか。でこれをまた下げてあげるんですよ。こうしないと平行って出ない。いくかな、もうちょい。でまたちょっと上げて、で下ろしていく。まだつま先上がるね。でこの時にぐっと戻ろうか。このロックナットは締めた状態でもう締まるんですよ。一回一回緩めてんと、あれだから締まった状態のままギュッてちょっと回しちゃってるね。要はロックナットがきつく締まる方向の状態、こんなもんかな。でグググッと下げる。ほぼいいけどもうちょっと3時、これをだから半回転、4分の1、8分の1、16分の1、32分の1、64分の1ぐらい、
今動かしたのはね、時間で言うとだから1秒とか分ぐらいをちょっと回したぐらいですけど、この影を見てると分かるよね、こっちが高いあっちが高いっていうのは。である程度の薄さにしといて、試し付きするやつでこういって洗いたい、こういった時にこっちとこっちでこんだけあるんで、こっちとこっちで高さが違うとここに段が出るわけですよ、必ずね。あ、映ってないか、ここにね。でそれを実際に見てみて、あ、これで OK となればこれで OK なわけです。ってなわけで、これが今使ってたアーム、便利だよねこれ。今の角度のさ、解説動画なんて見たことねえじゃん。ちょっといいんじゃねって俺は自画自賛だね、俺は思いました、はい、こうああいうのってさ、なかなかね、こう分かんない、カワス機器のことでそんなに何かを検索したような記憶もあまりないから、よいしょ、もしかしたら僕より詳しく解説してるところがあるかもしれないけどね。うで、まだ大丈夫かな。これがちょっと汚れてるかな。これでたまに掃除する。で掃除した手をふわーっと当たってよく溶けるよね。で丸刃とこれの押さえの距離、丸刃のこの方向の距離ね、これが結構研いでてこっちにあんまり寄せてなかったんで結構減ってるから、コンマ2ミリぐらい今こっちへ寄せました。コンマ2ミリ、コンマ1ミリかな。そうするとグラインダー砥石が刃先に当たらなくなるんですね。砥石と丸刃の関係が、距離の関係が変わっちゃうので、丸刃を左に寄せたときは長めに研ぐこと。で、これはうちで販売しています。ね、当たった感触が、返りが取れた感触がない場合、まだ取れてないっていうのが分かるよね。刃先まで研げてないっていう。思った以上に研がないと、この刃をちょっとでも動かすときって、まあマジック塗ってやるのが一番わかるんだけど、うん、スパッといきたい、スパッと、これで大丈夫。で厚みを決めなきゃいけないんだけど、今回のは何ミリにしよっかなって感じですね。ね、前回の動画でやったブッテーロ、これはとっても硬いので普段よりちょっと薄めにしようかなと思ってますけど、一旦これで様子見ようかな。でね、もう本当、ほんのちょいまだ斜めになってるかな。まあこれ許容範囲だけど。
で厚みを見て、これぐらいかなとか見るわけですよ。これの厚みにいけるかな。ちょっと待てよ、ちょいと待てよ。さっき画面越しで見てたから、あと時間で言うと3分ほど、3分ほど手前を下げました。よいしょ。この後頭部が 見苦しいよね。で自分で撮った動画を見て思いました。ぼちぼちかな。ベルトのかけ方を変えてもっとスピード上げたいなって最近思ってます。もっとビュンビュンいけるスピードの方がね、仕事早いじゃん。こんな感じです。途中で切っちゃいましたけど、まあいっか、だらだら流したやなんて思って、よいしょ。これね、1回でしかないで何回かに分けてっていう方法もありますよ。で一発でこのターゲットの厚みにしちゃうと、あの失敗しやすい皮とかもあったりするんですね。でこれもね、繰り返しになっちゃうんだけど、もうなんていうのかな、この皮は何ミリ最初に、例えばターゲットが 0.4 なんだったら 0.6 にしてから 0.2 にしてくださいとか、そういう明確な数字っていうのはそのものによって違うんで、はっきり言って意味がないと僕は思います。だからね、あんまり積極的に数字を言わないんだなって思ってます。ね、最近そう思うんですよ、僕も。本当ね、似たような皮だけど、この曲げた感じとか持った感じとかは実際にその厚みにしてみないと分かんないじゃん。本当教えることはね、いくらでも教えられるんですよ。これ何ミリにしてますよとか。でもね、それを言ってしまうと、ゴスケアが何ミリって言ってたっていうので、この固定概念に捉われることになるでしょ、だと思うんですよ。だから、そうだから皆さんは数字を言わねえのかなっていう気がしてきました。まあまあ理由はそれだけじゃないだろうけどね。
よいしょ。よいしょ。本当ね、これ同じ銘柄の皮でも、ね、頭とケツだと違ったりしますからね。よいしょ。これはもうちょっと、やっぱ脂肪がある皮っていうのは、ある程度厚くしないと、あ、その前にあれがあった。他の皮があったよ。で、厳密に言うとさ、この皮の繊維の方向によっても深く入る、浅くしか削れないっていう方向があるんですよ。だからこうやっていっといて、ひっくり返してこういくと深さが変わったりするんですね。面白いでしょ。そうなんですよ。でもこの比較的ですよ、比較的だけど、このイタリアンレザーでこの目が詰まってる皮っていうのは、その方向に対するうるささが少ない。どっちからすいてもあんま変わんないっていうかな。そんな印象を持ってます。面倒そうでしょ。結構手間はかかるんですよ大変だからって言って大変さをアピールして、お買い得感を出そう作戦でございます。でもね、すごく安いと言ってもらえるんでね、まあうちは製造元なんでこれぐらいがなんだと思いますよ、僕は。だからメーカーさんにご依頼を受けて、これをやって、で、ここにメーカーさんのロゴが入ってて、ね。で、店頭に並ぶときはもっと高くなりますよね。まあまあ、僕はね、下請けの仕事をちょいちょいやってるんで、そんな感じ。ルバケーロのこの柄、これで刻印入れたら面白いかなと思うんだけど、これは2点だけです、まあ、たまたまこの大きさが取れるだけ残ったんで作ったんですけどね。よいしょ。もうちょっと薄くてもいいかな。いや、こんなもんだな。ん？いや、こんなもんだな。そう、どうかな、もうちょいか、こんなもんかっていう、これがね、これが大事ですよ、数字より、うん、目の前の皮が教えてくれると思います。まだまだいっぱいパーツあるんで、まあこんな感じにしましょうか。で、違ったアングルからって言っても皮くずだらけですね。これ何ミリにしたんだっけ。そっか、これでいいのか。わかります？向こう側に引っ張られていったの。ぎゅーっと回転がこうしてるんで、向こう側にね、行くようになってくるんですよ。
切れ味が落ちてくるとね、あのこう行くじゃん、向こうに、まあ、ある程度は行くんだけど、ある程度は行くんだけど、だからこっち側からこういう押さえで、ね、こっち側に押さえるっていう、あ、いかん、だから今説明しようと思っててなんか変なことやってますけど、あ、これほら、これで、これ、あ、これ、これやっちゃダメ、いや、ダメなパターンね。これ熱いやつを一気に薄くして、変に今刃が入ったから、なんだけど、こういう失敗の瞬間が取れるってのはいいよね。あー、いかん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 、何やってんだこれ。こういってこう、だからこういっといたから今度こうしてやればいいと思うじゃん。そうするとダメなんだよ、厚みが変わっちゃうんだよね。このここをこう押さえることによって、なんていうかな、向こうに引っ張られて、そういうふうに行って回りながら向こうに行くじゃん。と回るのをここでこっち側に押さえておくっていうのがコツなのかな。そうそう、そこをね、どう説明したらいいのかなと思う、さっきから思ってたんだけど、ここでこう最後にこう持ってるじゃん。これがね、これがコツなような気がします。ここね、これこっちで持ってるから向こうに引っ張られないじゃん。ここもここも、でもこういった時はここ持てないじゃん。だからここでこうしてるのかな、知らんけど。そう、なんか僕の中でね、今知らんけどがね、知らんけどがブームなんですよ。関東の人はあんま言わないけどね、知らんけどね。でしょ、そうなんですよ。大阪の、あの関西の方の言葉はいいよね。ちょっとね、憧れたりしてます。にしろやの、とのにしやきゅ。お、一個余分にやってたじゃん。取ってたじゃん。よかったよかった。そう、このこいつとスカイミニっていうちっちゃいのがあるんだよね、ニッピの。それとどっちがいいですか、どっちを買おうか迷ってるんですっていうね、声をねちょいちょい聞きます。あの、僕が今やってるような量をやるんだったらスカイミニは、多分スカイミニでやるとしたら刃何本も変えなきゃいけないし、あの圧倒的に逆にコストパフォーマンスが逆に悪くなっちゃうかな。ランニングコストがかかっちゃってね。こんなにいっぱいベタスクをやるようだったら絶対こっちの方がいいです。こんなにたくさんやんないで、価格も安くて、価格も安くって、あの、なんていうの、置く場所もね、そんなにっていうのはやっぱり武器だから、使い身はありゃあったらいいと思うし、テーブルの上に置けるからね、あれ。ただこんぐらいの量をやると思うとちょっとしんどいよっていう。だからお財布一つ分をバーッとすいて、でまた次回使う時まで使わないみたいな。まあ、ベタ好きじゃなくて、あの、部分好きとかね。
だったらスカイミニで十分じゃないかなとも思ったりもしますけどね。なんかね、あれが出る前、前も言ったけど、ああいうものを開発しようと思っていろいろ考えてたんだよね。で、あれが出てからすっかり、やられた、詐欺やられた、もういいやって、そこから考えるのを停止してしまってますけど、もうちょい行っていいかな。厚みってね、本当に厚みによってそのアイテムのキャラクターがぐんと変わりますからね。ごついのか洗礼された感じなのかって、本当厚みで変わる要素じゃないですか。ね、これを普通に一般の家庭でに置くっていうのは結構ハードル高いと思うんですよ。このでかいし重いしね。でもあるのないとだとね、全く違いが出るものも革すききっていうこの機会かなと思ってます。よし、こんな感じで、まあこんな感じでこれから先もだらだらと動画やっていきますんで、一つこれに懲りずに来てみようかななんて思う方は、一つチャンネル登録なり離れをよろしくお願いいたします。またねー。